まれてから入るの？もう準備しとこう。はい。どうぞ。どうぞ。どうぞ。大丈夫。大丈夫ですか？呼ばれてから入るの？先走っちゃった。先走っちゃった。すいません、先走ってしまいました。はい。あ、はい、こんばんは。始まっちゃいました。あ、こんばんは。始まりました。よろしくお願いします。平山夢明先生です。はい、よろしくお願いします。あんまりトークがうまくないんですけど、頑張ります。よろしくお願いします。別冊映画機構の田辺と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、皆さんはもうマクナイバーご覧になられた後ですよね。あ、これから見るんですか。あ、そうするとネタ終わっちゃうとまずい。そうですよね。はい。まあ、こういう時って何ですか。どんな話すればいいんですか。とりあえず FKB の話をしましょう。あ、そうなんですか。はい、ああ、ですね。はい、宣伝というわけではないですけど、まあ、何しろよその出版社なんであれなんですが、竹書房というところからですね、平山夢明さんが今提唱している FKB という概念に基づく本が続々と出版されている。ああ、はい、そうなんですね。はい、はい、はい。もうなんかちょっと困りましたね。いろんな人に書いてもらってるんですけど、まあなかなかなんつうんですか、こう売れたり売れなかったりっていうこともね ありますからね。でもまあ今のところ売れててよかったです、ね。はい、ちなみに FKB っていうのは、不思議で怖くて不気味な話の、頭でもあるんですけれども、これからご覧になってもらう映画っていうのは不思議で狂ったブラジルの話。ああ、そうですね。なんかまあ何回か見るじゃないですか。やっぱトークショーもあるし、はい、それでまあ帯とかね、帯っていうか、はい、そのなんか書かないといけないっつうんで、何回見てもね、人に説明しづらいんですよね。はい、ただ多分宣伝がこれだけしづらいものも珍しいかなと思ったんですけど、とにかくのっけからですね、あれですよね、気味の悪いばあさんが黒人の男を産むっていうとこ始まるんですけど、しかも中年の男なんです。中年の男なんですよ。でまたその産み方もですね、なんか立ち産って言うんですか、はい、ちゃんとこう分娩的な産み方でお医者さんとかいないんですよ。掘ったて小屋の中でばあさんが叫んでるんですよ。ウェアウェアって言って叫んでると後ろを黒人のお父さんがボタッと落ちてきてミャーミャーって泣くっていう奇怪なちょっと水木先生にも似てますよね、そういう強引なところはね。本当にそういう映画なんで、はい、以前ですね、そうやって平山さんに原稿を書いてもらったもの、はい、映画表に載せてですね、その町山さんって人がですね、はいはいはい、ふざけた原稿を載せるのをやめろっていう、はいはいはい、怒ってましたよね。でも本当にそういう映画はあるんだっていうことが、そうじゃあ証明されたんですよね。でそれもうんと昔からあるんですよ。そういう、だから映画っていうのはちゃんと撮る映画とちゃんと撮らない映画っていうのがあるんですよ。なんつうか、ちゃんと撮る映画っていうのは見てね、お金払ってもらう人に向けてのこう何プレゼントみたいな映画ってあるじゃないですか、はい、それともう一つの映画は何かっていうと、とにかく作り手が爆発したいっていう映画ありますよね、はい、だからこう作り手の内面はかなり爆発してますよね、はい、やりたいことはとにかく文句は言わずにやるっていうね、そうですよね、出演してる人たちもみんな頑張ってるっていう顔をしてやってますから、みんなやっぱね、なんか葉っぱかなんか吸ってるような目の飛びようでした ね、 あね、ブラジルとかあっちの方ですからね、みんな楽しくやってたんだと思うんですけど、途中でね、筋って多いじゃないですか、映画この話はこうなってこうなってって思うんですけど、割とねちょっと追ってると辛くなってくる時ありますよね、はい、だからこうちょっとねパッチワークなんですよね、なんていうのかな、映画って見ると2時間とか1時間半とかだけど、撮ってる時って1ヶ月とか下手すりゃかかるんですよ。で1日だいたい撮れる分数ってね、だいたい順調にいて5分とか10分とかって言うじゃないですか、また下手すっても 1週間とかかかるでしょ、はい、その間ねきっと作り手はねいろいろあるんですよ。あとお母さん死んじゃったとかさ、恋人に捨てられたとか、あとはなんかフグに当たったとかいろいろあるんで、そういうのまで盛り込んである感じがあるね、はい、急にねこういくのかなと思うとハンドル切るんですよ、
全く、ええそんな話なのかっていう思うことは何回かあるね。まあ、一番最初はジャングルで始まって、はいはい、それが突然舞台が、現在の、うん、まあ現在ってこれ実は1969年の映画なんですけれども、はいはい、その当時のブラジルの首都に行きまして、うん、でそこで主人公は動物、人間と機械の見分けがつかないっていう、うん、突然、それもね、突然発作的に言うんだよね。わからないみたいな、わからないのはお前だよって思うんですけど、突然言うんですよね、そういうふうなところでですね、唐突なナレーションがボーンと出てくるんで、うん、そういうのを下手な映画作りだっていうふうに言うとダメなんですよ、うん、そうするとね、下手な映画作りっていうのは、うんうん、タコみたいな宇宙人が地球に隕石爆弾を落としてくる映画ですから、ね、はい、あるある、はい、ありますね、はいはいはい、そういうのは下手な映画ですね、それに比べて、うん、今回の映画っていうのは、うん、人間と機械の見分けがつかないって言ったら、うん、あ、そうなのねって思って、うん、見ていかないと皆さん振り落とされます、うん、はい、かなり荒馬の要はね、ロデオのような映画ですよね、はい、大体普通の人10秒ぐらいで振り落とされちゃうと思うんですけど、また乗ってくださいね、一回落ちて、あ、俺落とされちゃったなと思っても、ね、落とされちゃったなと思って嫌になるじゃないですか、普通映画見てたら、この映画と振り落とされちゃったよと思って、で嫌なと、もうその映画に参加できないっていう気持ちになるけど、この映画はね、何度でも乗れます。もうね、トイレ途中行って帰ってきても、そっからが原点みたいな映画ですよね。もうそっから楽しめますから、でとにかくね、まあ、ただ前編見てね、分かったのはマクナイーマっていう主人公、はい、な女好きっていうことですよね、はい、どこ行ってもパコパコしてますね、あの人、パコパコずっとしてます、はい、遊びが大好きっていう、しかもなぜかモテるんですよね、一番最初に彼がモテるのって、はいはいはい、その自分の兄嫁の股間から出てくる魔法の物質で、うん、いきなり王子様になるんですよ。もうわからないでしょ、今話聞いたら。頭の悪い中学生の原告の文章みたいな感じじゃないですか。でそんな感じだよね。でも本当にそういう映画なんです。本当にそういう映画なんです。びっくりします。なんか随所にですね、なんていうのかな、これはイメージの豊かさって言っていいのか、それとも苦し紛れなのか、誰かのダジャレなのかっていう、ちょっと曖昧さがありますよね、でもなんかちょっと不思議な映画ですよね、僕あんまり何回も映画見ないんですよ。一回見たら大体満足しちゃう方なんですけど、この映画は割と何度か見てようやく分かりました。まあそういう感じですよね、なんかきっと僕たちがヨタ話してると思うんでしょうけど、本当にそういう映画だっていうことを多分2時間後には分かりますから、多分帰りにどっかでご飯食べた時にですね、本当にそういう映画だったねっていうふうになりますよね、まあ、あれでもあれですか、やっぱりハッピーエンドっていうことなんですか、よくわからなかったんですよね。ですね、ハッピーなんですよね。まあ、やっと終わったっていう安堵感ありました、はいはい、見てたら、あ、これで終わったんだっていうね、安堵感ありましたよね。あと、まあ、最後に出てくるの女の裸ですから、はいはい、というか女のブラジルの女の人の裸がたくさん出てきますね、はい、何匹出てきました。3人4人出てきましたね。出てきますね、はい、いっぱい出てきましたね。みんなモテますからね、あとバラバラ死体も出ますんで、出ます、はい、プカプカ浮いてましたね、いろいろと、はい、こういう話をしてると何の話だろうと思うかもしれないですけど、うん、本当にそういう映画です、本当です。食人鬼も出てきましたね、はい、食人鬼も出てきますしね、あとテロリストも出てきましたよね、はい、銀行強盗みたいなのも出てきましたね、いっぱい出てきます、何でも、はい、まあ、百科事典みたいなもんだと思って、百科事典パラパラパラって見たような感じだなと思ってもらっても構わないですよね、はい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 、そうなんですよ、ね、もうこんなもんでいいですか。苦しくなりました、まだ時間あるんですか。あ、まだ、はい、じゃあ頑張りましょう、はいはい、まあ、ですね、はい、
まあ、あの時期的にですね、はい、あのまあ、この映画の宣伝コピーがあのモティパイソンとエルトポが一緒になったみたいなで、エルトポって72、3年の映画なんですよ、うん、そうですね、はい、でエルトポより前にこういう映画があったっていうのはちょっと驚いたっていうところがあるんですけれども、うんうん、あのどうやら あのあっちの南米方面はですね、うん、僕も全部見たわけじゃないですけど、はいはいはい、この手の変な映画はいっぱいある。 あれはあれなんじゃないですかね、やっぱあの風土とか気候とかっていう問題なんでしょうね、やっぱり。 あ、うん、あんまり暑いじゃないですか、ええ、で多分湿気てもいるんでしょう、ええ、多少はね、ええ、あんまり長いこと一つのことを考えてらんないですよね、はい、うん、あバカみたいじゃないですか、そんなのずっと考えてたりすると、ええ、だからこれも考えてあっちもこっちもってこう行くんじゃないですかね、ええ、うん、なんかそんな気がしましたよね、ええ、なんで、まあ、あのそのあっちとこっちが飛ぶときにですね、まあ、あの黙って飛ぶのは失礼な話なんですよだちゃんと逐一あのナレーターがあの、うん、その飛ぶ理由を説明しますんで、うん、あのそうですね、置いてきぼりになったと思わないでください、うんうん、でもよく考えれば案外金かかってんじゃないですか。いや、かかってると思います。普通のあれですよね、日本でやってるあのなんていうんですか、あのそこらのエロ V シネあたりよりはよっぽどかかってますよね、はい、ええ、はい、いや、16ミリで撮られてるかなって部分も若干あるんですけど、はい、っていうのは、一応今回デジタルリマスターで、うん、あの上映されるんでかなり絵は綺麗なんですが、うん、ところどころやっぱりちょっと荒れてるところがあるんです、はいはいはい、ありましたね、はいはいはい、っていうことはちょっとその途中でお金が足りなくなったのかなと、うん、思うようなところはある。あ、そうすると何、え、3号で撮れなくなるから、ええ、16で撮るの。そう、16で、え、そんなのはあるやん。そういうやり方ってある。あ、あるんですか、ええ、あ、そうですか。え、そうすると何、フランス料理を食べに行ったのに途中でチキンラーメンが出てきたりするみたいな感じになるわけまあ、あの、あ、そうなの、こだわってる人。あ、そう、からそう、だからほんとさ、だからさ、あれだね、日本でさ、やっぱ映画監督とか映画関係にさ、住みたい人はさ、あのブラジルとかいいかもしれないですね、もっとこうなんかこう大雑把に良ければ撮らせてくれそうでしょ、この企画って絶対日本じゃ通らないと思うんですよ、あの老婆が黒人の赤ん坊っていう、赤ん坊でもない、どう見ても30ぐらいの、あの黒人さんを産んでですね、その人がバブーバブーっていうところがシナリオに書いてあったんですね。病院行けって言われますよね。病院行ったらどうだって言いますよね。でもこれなっちゃいますからね。本当、その自由さには憧れますよね。あの日本でこういう映画が発見されて上映されるっていうのが、あのちょっと今となっては奇跡的なことだったりもするんですけど、はいはい、あの本当に今、映画評論も何度かやってる特集ではあるんですけれども、うん、あの日本の映画興行ってすごくこう鳴らされててですね、うん、あの変な映画とかって入らないんだよね、劇場でやらない、そうそうそう、もう今だから管理されちゃってるんだよね、でそういう中でまあこう感激を縫ってですね、うん、あのおばあさんの股間から黒人のおっさんが出てくる映画が、出てくる、しかもそれがね、王子様に王子様になるっていう映画ですもんね、でもそれはまだ映画が始まって30分ぐらいの話なんですよ。そう。その後に延々とまた。延々とまた、えっていうことがね、起きますよね。まあ、2、3度見て、もうえって言いました。最初、ま、いや、見間違いかなと思うじゃないですか。もしかしたら、でも見間違いじゃなかった驚きもありましたね。で、あのそういう映画をですね、はい、あの、訳がわからないというふうに、うん、言って切り捨てることは簡単なんですけれども、はいはいはい、訳のわからないすごい体験をしたって言って、うん、それを人に話すことがまた重要なんです。そうです、そうです、あの、はい、あのアブダクションと一緒ですね、はいはいはい、あの宇宙人にさらわれたっていうのと一緒ですからね、はいはいはい、いや俺見たんだよ、多分、3年ぐらい経ってですね、あのタイトル難しいじゃないですか、はい、クナイーマって、ね、ちょっと言いづらいですよね、だから多分なんだっけな、こんな映画あったんだよ、私こういうの見ちゃったんだって言うじゃないですか、3年後に友達と話したら、そんなのあるわけないよって必ず言われると思います。君それおかしいよ、夢だよ夢って言われると思いますよね、でもそういう映画が本当に実在して、こういうところでね、まあ東京の一等地で見られるっていうのは素晴らしいことですね、はい。
まあ、80年代にはまあ、もともとの、はい、イメージフォーラムであるとか、はいはいはい、それからあとユーロスペースって今はシアターエヌになっちゃったんですけど、うん、そういうところでこういう映画が結構ポチポチやってた時期はあったんですよ、うん、そうですね、でエルトポとかって本当にその時期 の、うん、あの上映だったりしたんですけど、はい、まあ今は本当にこうやって小屋が空いて、うん、あのちゃんと上映するのっていうのが珍しいですから、うん、あのこの件については威張っていいです本当に、うん、あのヤマト褒めてるやつに言ってやってください。そうだね。まあヤマトはね、まあ別にね有名でね、まあ、どうしようもないですけどね。まあまあ素晴らしいとは聞いてますけど、まだ見てないんですけどね。でも見ないでなんか言うんでしょう。あ、この間なんかちょっといろいろお叱りが、あのたまにお前なんで見ないでけなすんだっていう。僕けなしてはないんですよ。最後は必ず素晴らしいですって言うし、京極堂も見てくださいって言うんですけど、でも聞いてるとどうもこれけなしてるんじゃないかなって思う人が中にいるらしいんですよね、まあそういうものもあるんですけど、まあ構わずやりますけどね、なんかあっちこっちたまにですねちょっと間違った映画会社の人が、はい、あのやってくれませんかって宣伝って言ってくるんで、3回断るようにはしてるんですけどね、それでもやってくれって言った場合にはまあ、あそこで票やりますけど、一番びっくりしたのは最近ですね、あの牛井さんが、はい、あのえなんだっけ、アサシンガールでしたっけ、なんかありましたよね、はい、あの暗殺者の、はい、女の子が菊池さんとか黒木メイさんが、あれの映画をあの僕ラジオでですね見ないで批評するっていうちょっと目隠しみたいなあの映画表やってるんですけど、コーナーがあってそこでやってくれないかって牛井さんが言ってきたんですよ、はい、アサルトガール、はい、はい、何かの間違いだろうって言って10回ぐらい断ったんですけど、いや大丈夫だからってことでやりましたけどね、何のリアクションもなかったですね、やっぱりね何かじくじたるものがやっぱあったんですよね当然だと思いますけど、ね、いやいやでもそのアサルトガールドが今は森谷由紀やってるんですからね、ああそうですよね、まあ、本当ですよね、まあ、ヤマトよりはこっちを見た方が人生のためになるでしょうきっと、絶対になります、すみません、ちょっと宣伝もやらせてもらいたいんですが、はい、来週のですね、あの土曜日、はい、あ、11日です、はい、に、西麻布の新世界っていうところで、この話の続きをやります。いやいや、あれな、俳優座の後、跡地でね、自由劇場。自由劇場、はい、あ、自由劇場の後、ですか、はいはい。なんか最近ちょっとなんかトークとかやってくれないかっていうことがちょっと増えて、はいるんですか、ラジオ効果じゃないですか、そうなんですかね、でも その前は倉田真由美さんでしたっけ、はい、ダメンズの、はい、あの人ともトークショーはその同じ日にあるんで、どうしたんだろうと思ってるんですけどね、でもあんなラジオですからね、誰もスポンサーついてないんですよ、あれ、あ、そうなんですか、スポンサーついてないんですよ、スポンサーつけようってみんな頑張るんですけど、金曜9時っていい時間帯じゃないですか、だからスポンサーつけようってみんな動くんですけど、半ばまで話は聞くんだけど、じゃあどんな番組ですかって言った後に何の音沙汰もなくなるらしいんですよ、ちょっと不思議なんですよね、いやでもそういう時あのこの間出た本を東京 FM で、はいはい、ばっかみたい読んでらんないっていう、はいはい、まあ、よくあんな本がねやめろって言ったんですけど、俺も京極も言ったんですよ、よした方がいいからって、そんなに世の中甘くないからって、やめた方がいい、やめた方がいいって言ったのに出しちゃったんですよ、出しますから、なんかワニの豆本みたいな内容ですね本当ですよね、いまだにね、本当悲しいですよね、いやいや大丈夫なのかなと思ってますけど、あのそこには平山先生 の、 あの一番最初に書いた小説が入ってますので、はいはいはい、短編ですね、はい、あのこれも田辺君にはまず預けてたんですよね、そうなんですよ、はいはい、元はね、いただいてたんですけど、まあ、ちょっと最近映画秘宝もですね、この間のバトルロワイヤル大特集が滑りまして、あ、本当ですか、滑るってどういうことですか、いや、あんま売れない、売れなかった、あ、本当ですか、あらら、いや、バトルロワイヤルの、うん、年後、うん、ちょうどあの映画公開された時に15歳だったやつなんで、はいはい、今就職不景気で大変な目に遭ってるわけですね、もう6人職もつけない、あらららら、でつまり、うん、あそこで殺し合いをやらされた連中っていうのは、うん、
世代的にずっと不幸な目に遭ってるやつで、そういうやつらがいるっていうことを、うん、教えたんですね、うん、大々的にやって、うん、で僕の上のやつもですね、うん、この特集は面白いぞ、売れるかもしれない、うんうんうん、そしたら全然売れなかったんですよ。どういうことでしょうね。いや、うん、表紙が古臭かった。そうかい。でもじゃあちょっと俺今度ラジオで言ってあげるよ。あ、本当ですか。買えってありがとうございます買えって。あ、そう。でもみんな大変だね、生きるのにね、生きるのに大変だよ、だからこういう映画見るといいよ、スッパッパになるからね、はいはい、見た方がいいよこういうのね、で、あの、とにかくナレーションが言ってる通りと思って見ててもらえれば、うんうんうん、本当に気が楽になりますから、はい、そうですね、はい、そうです。何かあの仕掛けとかかませたりしてませんよね、暗喩とかないですよ、ね、ないです、陰喩とかないです、ないです、もうそのままストレートです、はい、直球しか来ないです、はい、そういうことです、ね、あの、その代わり伏線であるとか、うん、マクガフィンとかそういうものもないです、ない、何もないです、もうもうあるものが全て、うんうん、いや、ウイローみたいに味は一緒ぐらいね、カステラとかウイローみたいに大丈夫です、はい、本当に安心して見ていただいてね、食べ始めてから食べ終わるまでまでは全部同じ味で美味しいです、はい、はい、はい、で、すみません、ちょっとこの新世界での、はい、イベントのですね、宣伝をちょっともう少しやりますと、はい、平山先生 の、 あの書かれたダイナーのですね、はい、あのモデルのモデルになってる、はい、ボンベロさんです、ね、ボンベロ、はい、で、あれ、ボンベロって、あの本が出たばっかりの頃はきっとバンボローのパロディだろうってみんな言ってたんですけども、殺人者のね、はいはい、あのバーニングっていうのがあって、はい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 、そしたらですね、そのボンベロさんって人が本当は実在したっていうことが僕ちょっと前に分かったんですよ本物のボンベロさんと会ったんですよ。で、あの、これも幕内今みたいな話なんですけどあの本当にいたんですよ。で、その人が会場に来ますはい、はい、で、はい、ダイナーもあの映画化けの話なんかが来てるわけでしょ、はいはいはい、で、やっぱりあの本読むとあのジャン・レノンみたいなやつなんじゃないかとか、はいはい、あの、はい、みんないろいろ勝手に頭の中でキャスティングをするんですけど、はいはいはい、それをことごとく裏切る人なんですよ。まあまあ、そうかもしれませんね。まあ、だいぶ裏切ってる感じで。まあ、どっちかっていうと、マトリョーシカのような人かもしれないですよね。雰囲気として見ればね。面白いですけどね。はい、びっくりしましたので、はいはい、その、ボンベロさんの姿も見れるかもしれないので、ダイナーに感動した人はぜひいらっしゃってください。よろしくお願いします。で、多分、はい、マクナイマーを気に入った人はその日に話すことも気に入っていただけるでしょう、うん、心霊スポット と、連続殺人の話をしますので、はいはいしますしますよね、はい、そうですね、はい、ブラジルにも心霊スポットあるそうです。あ、本当ですか、あ、いっぱいありそうですよね、あのね、はい、行きますか今度、行ってみたいんですけどね、はいはい、キングレコードがお金出してくれれば。あ、本当ですか、じゃあそういう時は僕も行きます。あ、ぜひとも、はい、はい、というところでどうですか、はい、じゃあそういうことですので皆さん楽しんで見ていってください、はい、よろしくお願いします。今まで喋ったことが全部本当だったってことが最後分かります、はい、というわけでどうもありがとうございました。ありがとうございました。Encontrou na barriga de um padre!